Kung wala nang pinanghahawak ang World Championship title ang mga Pinoy boxers sa mundo ng professional boxing dahil sa sunod-sunod na pagkatalo ng mga Pinoy, kabilang na ang katatapos lang na bigong title defense ni Magsayo kay Vargas para sa WBC Featherweight title. And the new WBC Featherweight! Isang malaking hamon para sa may mga paparating na laban ang muling maibalik ang kinang ng kasikatang dala ng mga Pinoy sa mundo ng professional boxing. Ngayon ang gustong gawin ng 4 Division World Champion at ng longest reigning Filipino Boxing World Champion na si Donnie Ahas Nietes kontra sa kapwa rin niya 4 Division World Champion at kasalukuyang WBO World Junior Bantamweight Champion na si Kasuto Ioka. Oh! Isa kabot! Ang laban ay gaganapin sa Ota City General Gymnasium sa kabisera ng Tokyo sa Japan para sa titulong hawak ng nagaharing Japanese fighter. Champion! Ioka! Una nang nagtuos ang dalawang boksingerong ito noong Disyembre ng taong 2018 sa Wind Palace Cotai sa Macau, China, kung saan nagawang maitakas ni Nietes ang panalo via split decision. Kasalukuyang hawak ni Nietes ang kanyang impresibong 43 wins, 1 loss, 6 draw at 23 wins by knockout. Habang tanga naman na mas batang si Ioka ang kanyang 28 panalo, 2 talo, kabilang na ang 10 panalo mula sa knockout. Sa kanyang edad na 40 at labang dinayo pa sa teritoryo ng kalaban, isa itong mabigat na hamon para kay Nietes sa boksingerong dati nang nagbigay sa kanya ng dikdikang laban. Kabawi na kaya sa kanilang rematch ang mas batang si Ioka sa kabiguang ibinigay sa kanya ng tinaguriang ahas ng Philippine boxing? O patuloy pa rin mananaig ang karanasan at estilong teknikal ni Nietes para muling makabalik ang lahing Pinoy sa pandaigdigang kampiyonato? 48.9kg light fly級, 50.8kg fly 級, 3 階級を制覇して鳴らされました。平成最後の大晦日、4階級制覇へのマカオ決戦。ニエデスも井岡のジャブが見えている。右ストレートが左フック。今日はやっぱ自分から手数出していいですね。右ストレート、おでこで受けたニエデスです。でも1ラウンドからガンガン右ボディ、左ボディ、井岡のボディ、2ストレート届かなかった井岡。右フック。しかしこれ、はい、左ボディ2つ。ニエデス右フック、井岡もらった。なのでちょっと勝ちにくい部分も出てきてるんですね、はい、うん、20対です。お互いやっぱりジャッジ3人が1ラウンドごとに両者に右ボディ2つ、うん、近い距離で打っていく井岡、パンチをもらいながらも下から攻める、うん、ただニエテスはやっぱり体の使い方とてもうまいですね。体の使い方、はい、どういう部分に出た、アッパー2つ、井岡も右に返している、右フックは当たったニエテス、しかし左フックガードしている井岡、パンチこう徐々に出すのか一気に出すのか、ニエテスの右左ボディ、ニエテスが右にストレート当てた、左アッパー対百戦錬磨のニエテス、右フック18戦受けないようなポジショニングやっぱ取るんで、なかなか強い左効いた感じ、感じ左アッパー出てくる、出てくる、井岡ももらっている、ニエテスのパンチ、それでも接近戦カウンター狙っているような印象ありますか、右ニエテスシーンがありました、左ジャブ相打ち、しかし右ストレートに何度1ラウンド中左もらっているようか、ダウンしてもノックアウトにならないフリーノック、以降は即失点による判定です。井岡もらった、スパーが警戒という内山さん、ね、左ボディが左ダブルを見せました井岡、右ストレートもつなげたニエテス、右アッパーショートアッパーだった井岡、左フックまでつなげた右ボディです、やっぱり体をこう入れたりとか肩入れたりして左当てた井岡、いいですね、あっナイス、井岡がウィービングダッキングでかわす、ワンチャンだった井岡、覚悟を決めたような表情をするシーンが多く井岡見られてきてるってところで、そうですか、はい、オーバーフックガードした井岡、この防御もボクシング採点の一つです、スリッピングアウェイ相手ですけど、派手に動かないですよね、派手に動かない、小さいところでスッスッスッと動く、組み直し左もらって右もらって井岡です、しかしここは耐える井岡、レベルやっぱ高いですよね、ワンツー井岡、しかし今も顎を少しかすめただけだった、これも当たってきたかなと思うんですね、そうですか、右当たって井岡のペースを鈍らしたりとかカウンター、そういったところが大事なんですけども、ただニエテスまだやっぱ動きはいいですね、そうですか、ワンツーニエテス闘志をむき出しにしているニエテス、しかし井岡も負けて、伊藤さん右ボディから左フックは、しかしすぐに体を密着させた、ちょっと若干やっぱり
助かる。大輔さんが現役時代もそのアラジムでこのニエテスを目にしていたというその名チャンピオン。ニエテスはワンツーを打った後でしっかり誘ってカウンターを狙っていくという、そういった指示ですね。具体的な指示が出ています。井岡追い込んだ、コーナーに追い詰めた、しかしうまく抜けるような、そんな印象がありますが、ガードしました井岡、まあはい、ワンツースリー、右拳を握って打ち大ジャブもらった井岡、しかし前出るボディジャブです。また左前ボディ2つもらった井岡、内山さん、うまいパンチですね、あそこでボディの返しができるといいんですけどね、相手に対して。左ボディ、左フックもらった井岡、顔面へ、しかしガードしている井岡です。右ストレートに当てた、ワンツースリー、最後ですか、右ストレート井岡。全国の皆様にお伝えしています、井岡とニエテスの4回ジャブ、右ストレートを返し出しです。キャリア唯一の記録、フィリピンで史上最長のうち2つ取れば、はい、取った方がとかそういう感じかもしれないです。これはここでキャリア井岡が中華、ニエテスが中華、たいいですね。ワンツースリー、左ボディ当たった、防御のテクニック、ジャンプ当てた、これがボクシングには必要だと。さあこれを磨いてきた井岡ですが、ショートアッパーから右ストレート、ジャンプ当たった井岡、ワンツー、しかし届かなかった、逆にです、左ボディ当たった井岡、ジャブから右ストレート、しかし右アッパーもらっている井岡、ナイス、ナイス、いいですよ、いいですよ、今週来ましたね、左フック2つ、ワンツー、左フックもらった井岡、しかし11ラウンド残り1分です。おー、近い距離、右ストレート当てた井岡です、アッパーガードした井岡、左ジャブ、右ストレート井岡、ワンツー、井岡、左フックまでつなげた井岡、激しい攻撃打ち、右ストレートノーモーション井岡、右ストレートカウンター、第11ラウンド、しかし相手もパンチを返した、ニエテス左ジャブ、ワンツー、もしかしたらこのラウンド取った方がベルトは相手に流れるかもしれません。井岡はボディを振ってワンツーガードして一騎打ち、頂上決戦、52点目、